キーモテたい。私はずっと言ってるじゃないですか、彼氏もいないし、彼氏が欲しいって思ったことはあるよって。あれ違う、日本語かし待って、え、彼氏がいたことがないんですよ。私は新学期こそみんなモテたいじゃないですかね。え、なんで私は考えました、髪型日本語がおかしい。ということで今回はモテる髪型を一緒に考えていこうという回をやっていきたいと思います。やっぱり校則がすごく厳しい学校と緩い学校とあると思うので、校則別でこの校則の人はこの髪型が一番いいんじゃないみたいなのをやっていければなと思います。それではレッツゴー。チャンネル登録してね。まず今やっている髪型が校則がまあまあ緩い学校のヘアになります。今回はめちゃめちゃ厳しい、まあまあ厳しい、まあまあ緩い、めちゃめちゃ緩いの4段階でやっていこうと思ってるんですけど、これはまあまあ緩いです。あの下ろしてるし、触覚もねあるし、内巻きにしてるっていう。あ、でちなみにですね、茶髪なんですけど許してください。ちょっとね今日はあんま前髪がうまくいかなくて、なんでこの動画撮るか迷ったんですけど、まあこんな感じです。ちょっとねオイルつけすぎちゃったこの髪の毛のポイントはまずハゲがないことですね。前髪が少し薄い流行りの前髪、ここをちょっと内巻きにして、ストレート内巻きにして超清楚系を演じてみました。これはもうシンプル王道ですね。私はこの髪型が一番好きです。もうちょっと伸ばしたいけど、前髪はねまた別の動画でやりたいなと思ってるんですけど、今回のポイントが小顔です。やっぱマスクしてるので前髪の面積がほとんどなんですよ。目より前髪の方がこれ5倍ぐらいあるじゃん。なんで前髪って大事なんですね。さらに例えば私がこれをこうするとめっちゃ顔が大きく見えるんですよ。横は濃い髪の毛で隠すっていうのが一番小顔に見えます。こう真ん中からだんだんこう薄い、ちょっと濃い、またさらに濃い、あーめっちゃ濃いみたいな感じに前髪を整えるのが一番いいです。そのためにはねこう真ん中から生やしてこう外側に持ってくるのがいいです。あとは髪の毛のストレートですね。私はこのヘアビューロンのストレートアイロンを使ってるんですけど、これママのね勝手に使ってるだけなんで、サロニアのヘアアイロンが一番買いやすくておすすめです。アイロンする時のポイントなんですけど、私は毛量が多いので特にですね、毛量が多い方はちょっと耳をかっぽじってください。まずハーフアップよりちょっと薄いぐらいかな、薄くなるように上を持ち上げて上をくるってして大きいピンで留めとくんですよ。でこれでまず1段目をアイロンしてちゃんと伸ばす。で2段目3段目みたいな感じで、私はいつも3段に分けてやっています。でヘアオイルがこちら N ドットポリッシュオイル N ドット、これはヘア&ボディ&ハンド用オイルって何にでも使えるみたいなやつなんですけど、モモリのヘアオイルとかハニーチェのヘアオイルとか私は使ってみてよかったなと思ってます。これを塗ることによってボリュームダウンするしツヤも出るし、前髪もこうねなんか束感、流行りの束感を出すことができます。ちゃんとこう毛先から塗って、その後にこの辺にちょっとつけて、最後に手にほんのちょっと余ったやつを前髪にこうほんのちょっとずつつけるっていう風にやるのがおすすめです。サラサラは一番モテます。キュンです。はい、次で高速4段階中のちょっと高速厳しい、あの予想なんですけど、肩についたら結ばなきゃいけないけど結び方は特にしてないみたいなところのをやっていきたいと思います。ではまずこの辺をこうやって持ちます。でこうする、こう上に上にやっていきます。手ぐしで集める。でこれだとさすがに汚いので少しこうね手ぐしで整えます。少し雑に結びました感がある感じです。触覚を出していきます。ここにまずこの前髪の真横の触覚、これも左右で長さが違ったりしてもまあ大丈夫だと思います。ただ量は揃えた方がいいかも。はい、こんな感じで細めに、太く出しすぎちゃうと若干重めになっちゃうので細めに出して、そしたら今度このねハゲ隠しをこの辺からこう出して、この辺に浮遊させておきます。三角ハゲ誰でもあると思うんで、全力で髪の毛を引っ張り出してきてここら辺に浮遊させておきます。こういう系ね。そしたら今度このもみあげ
もみあげで合ってるかな、この辺からほんのちょっと、ここは本当にちょっと、これで高めに結びます。こんな感じです。そしたら前髪と触覚を巻いていきます。まず前髪はこうやって真ん中とそれ以外で分けます。で真ん中はこう適当に、でおでこの形によって似合う前髪の形って違くて、おでこが横から見て平らな人はこう上からねふわっていう前髪が似合うんですけど、あのおでこがこう立体的な人はこう下だけくるんってしてるのが似合うみたいです。私はもうどっちなのか分かんないので適当に私はおでこがめちゃめちゃ広くて、おでこを狭く見せたいのでこうパッツンにしてます。パッツンにした方がこう縦の印象が少なくなるのでおすすめです。で逆におでこが狭くて悩んでる子とかは触覚を早めに作っちゃって、ここら辺からキュイーンって触覚がなる感じにしてもいいかもです。私はこう前髪の幅広めで目にかからない感じでやってます。でちなみに私の理想の前髪はこんな感じです。で真ん中ができたら今度この純触覚みたいなやつです。前髪より少し長いけどこの辺までではないやつ、これはこう適当に流します。ここでくるんってやっちゃうと使いづらいのでまっすぐ下ろします。はーい、こんな感じで、このサイドですね、ここは私的に一番小顔に見えるのはこうです。普通に顔のカーブよりちょっと強めに巻いたところからこう最後にキュインってなるんですけど、このキュインってなるところがこの顔のシュッとするところのこのここに沿う感じにします。こういう感じ、それがね一番顔がちっちゃく見える。ポニーテールするときこの触覚ないと太ったって書かれますね YouTube で。そのぐらい大事です。最後こっちですね、ここはこう同じ感じで S 字に巻きます。でここはさっきよりもナチュラルな感じに S 字にします。こことここがこういう感じ重なるように、前のクリーン後ろのクリーンっていう風に前から見えるようにするとバランスがいいと思います。私の感想なんですけど、普通に触覚もここの毛もまっすぐでオイルを多めにつけるっていうのもナチュラルな透明感が出て可愛いと思います。完成でーす。高速ちょい厳しめモテポニーテールです。おめでとうございます。いいねしたね。次、高速激激厳しめバージョンいきます。耳より上で結ぶの禁止、触覚禁止でいきます。まずさっきと同じ感じでこうちょっとざっくりした感じで、さっきよりもちょっとふわふわな感じで結んでいきます。で触覚もさらば。でもね、私輪郭にニキビがすごいできてた時期はよくこの髪型してました。はい、こんぐらいだよね。結びます。こうふわふわ感は先にヘアオイルをつけてから結ぶとちょうどよく出しやすいです。でね、前髪は触覚がなくても最初に言ったんですけど、ここで余白を作らないことが大事です。横に余白を作ると本当にね顔が一気に大きく見えたり、なんか生え際に癖がある場合癖毛が目立って汗をかいた時とかに若干不潔になっちゃうので、ここはもう絶対に隠しましょう。隠すですね。髪型自由じゃないのはちょっとね、このレベルの触覚って言わないよね多分。めんどくさくて切ってないって言えばいいんだよね。なめてるかな、厳しい高速。外が長めでもこうやってね、こうやって頑張ればこう前から見た時に一直線になるんですよ。これはね、あの落ちてきちゃった時に長いのがバレるタイプなので固めるのをおすすめします。ケープとかでこれ結構遠くから、そしたらねこっからがポイントで戦です。こっからはい、ちょっとだけこうねもみあげを出し、さらにこの辺です、このバレなそうなこの辺から若干こう本当にちょっとこのね細い毛を出します。この一手間がね全然変わるんですよ。でこうさっきの S 字にしちゃったやつは伸ばします。ここねマスクだとピョンってなっちゃうんだよ。でこのもみあげの毛ってこれポイントなんですけど、かけててもすぐ落ちちゃうじゃないですか。
で、あと美容師さんにミスされたみたいな言っとけばここのね、触覚がバレないんですよ。はい、こんな感じ。ちょっとニュアンス出てるよね。こういうね、あの細い毛があるとちょっとなんかね、若干儚げ女子みたいな透明感が出るので、はい、モテます。モテ。あと前髪が眉上じゃないといけないのもあるのか。じゃやってみようかな。え、でも意外といけない。もっと変になると思うんですよ。今日ちょっと眉毛描いてないのであれなんですけど眉毛も剃っちゃいけない、きついんですよ。若干いるよね、流行りの髪型でこういう人。いないかな。こうね、センター分けとかしちゃうとこう、ね、遠目で見た時にこういうラインスタンプのキャラクターにありそうな髪型になるんですけど、あとはなんかちょっと一個やってみたいのがあって、雑誌でさ、めっちゃ散らばすじゃん。ダメか。あ、意外といけない。あとは横に流すとかね。ポイントはこんな感じで、ちょっとね、ニュアンスで細い髪の毛を残してあげる。これで、高速激厳し編が終わりました。マーフィー、次は高速激ゆる編です。何でも OK にします。はい、まずはコテ。何ミリでもいいと思うんですけど、私は28ミリを使います。 26? 140度でやってます。私が普段やってる髪型紹介って感じになっちゃってるんですけど、これから新学期ということで、学校って新しい環境に行くときは特に自分がどういう風にしていったら浮かないかとか気になっちゃうなと思ったので、こう私のね、考えをみんなにシェアしたいなっていうことで今回髪の毛やりました。私がもし激用も高速だったらこうするよとかいう感じです。モテたいとか言いつつ、私実際超寝起きボサボサで学校行ってるんですけどね。あ、温まりました。まずは毛先を外巻きにしていきます。さっきと同じ感じでこう3段に分けて巻いていきます。最近練習してるんですけど、まだ練習中です。あんま上手くないで、ね、コテもちょっと前までサロニアノを使ってました。髪の毛巻くとき口開いちゃう。ちょっとダメ。こういう感じで横に出してちょっとずつ。美容師さんってさ、巻くスピード速すぎて自分があんなに毎日時間かけてるのなんか泣きたいよね。後ろはこういう感じでこう横から覗き見しながら、でポイントはグリーンってなんないようにこうクッて毛先だけを、これちょっと失敗例なんですけど、グリーンってやる。こういう感じね。でここまで強く巻いても後でだんだん取れてくるので、こういう感じ。私の学校はね、朝から巻いてくる人はそこまでいないんですけど、イベントごとの時は結構みんなめっちゃヘアアレンジしてくる。だからね、高速ゆるいと逆にこの髪型してったら浮いちゃうかなとかね、地味めな髪型で行って大丈夫かなみたいなとか、逆にここまで派手で大丈夫かなとか、いろいろね考えちゃう人もいると思うんですけど、そこまでね気にする必要はないです。学校は朝早いので、簡単な髪型をしてくる人はめっちゃ簡単な髪型してくるし、朝からめっちゃ頑張ってる人は朝からめっちゃ頑張ってるって感じ。でもね、私の体感では外巻きはね結構少なかった。巻いてる人もね、韓国風とかよりもグリングリンに巻いてる子が結構いるかな。巻いてる子の中ではね、外羽あんまいなくて、だから私最初外羽の人っていうイメージがついたの、学校で。あの何組の外羽の子でしょみたいな。で私最初春休みに入ってすぐ染めたから、みんなはもう入学式直前とかに染めてたから、結構染まり方がねちゃんと染めたてみたいな感じだったんだけど、私だけめっちゃ色落ちしてて明るかったから、なんか茶髪外羽ピンクマスクみたいな感じで言われてたけど、そこまで気にする必要はない。なんだろう、目立ちすぎちゃうと若干怖がられるっていう。これだけでもめっちゃね可愛いんですけど、ここに少しボリュームが欲しいなって思うので、ここら辺を外巻きにしていきます。この時この触覚も巻き込んで、こんぐらいちょっと取って裏側からしっかり入れて外に、外っていうのはこっちです。こういう感じで、なんていうのか、縦巻きっていうのわかんないんだけど、全然見よう見まねでやりすぎて、こういう感じでグリグリにします。で毛先はこう外にやってるので、そこは残しときつつ、こうここでグリグリに
で反対もやります。私さこれさ右めっちゃ下手なんだよね。いつも失敗するの。なんか変な巻き方になっちゃう。しっかりと縦に入れて、最初にこの上で跡をつけてから下行ってくるって外してみたいな感じ。あ、いけた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 、初成功なんだけど右側。そしたら外していきます。運命いきます。はい、お、綺麗。ちょっとね若干ここ内巻きになっちゃったんですけど、まあ、こうね頑張れば馴染みます。こう、はい、こういう感じです。あとめっちゃなんか外巻きになっちゃったんだけど、こういう感じです。顔周りっていうんですけど、ここ顔周りをちょっと巻くだけでめっちゃね、あの負けてる感が出るんで、後ろはそんなに気にしなくても。負けてるかな後ろ、こんな感じです。でもまあ気になるよっていう方はこうね、表面をちょっとずつだけ、こんぐらいずつだけ取って、これを超早く、ね、こう縦巻きとかすると動きが出るのでおすすめです。後ろは外巻きとか内巻きとかよくわかんないんで適当に、ね、適当にやるのが一番ねふわって見えたりするんで、細く適当にニュアンスを入れていくって感じで、ね、私のね理想はこういう形、これが一番顔のシルエットが綺麗に見えます。でこれ触覚さっき一緒に巻いたじゃないですか。触覚を一緒に巻くとねこういう感じでめっちゃ可愛い形になります。わかるかな。で私がいつもやっているのは右だけを下ろして左は耳にかけて触覚をねこう外にピッてやるっていう。前髪がここにこうあるので目も大きく見えて髪の毛も可愛くてモテます。これはどちらかというと女の子にモテる気がする。私なんかあおしゃれで可愛いみたいな巻くのはまだ練習中なので、あの、ね、巻き方を教えてくださいってよくね言っていただけるんですけど、あのまぐれで成功した時なんで、それはちょっと待っててください。すいません。ああ高速激ゆる髪の毛完成です。おしまい。以上、新学期に絶対にモテたい私の高速別髪型紹介でした。高速別って言ってるんですけど、私が普段学校にしていってる中からこれは高速ゆるい方でしかできないかなとか、これは高速厳しくてもできるよねみたいな感じで分けたものなので、私がね普段やってる髪型だなって思ってくれたら嬉しいです。あと私の学校こんなやばい高速あるんだけどとか、私はこういう髪型で行ってるよとか、そういうのをコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。ちなみに始業式は集合写真の撮影があるので、自分が一番盛れる髪型で行った方がいいと思います。私は始業式は一番最初にしてたストレートで行きたいと思います。噛んだ。ではバイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画